今回は、粉雪バケツで、無限に登れる方法について、話していきたいと思います。粉雪バケツは登れるのに、3つ必要があって、やり方にもコツがあります。下の粉雪ブロックをすくって、上に粉雪を入れる。繰り返すだけで簡単に登れます。これで無限に登れます最大まで。でもやり方を間違えると、落ちるのでご注意ください。今回は、階段の上に、蜂蜜ブロック設置して、階段のように登ったら、敵は来るのか?検証して、行きたいと思います。階段だと変わりなく、登れますよねですが上に、蜂蜜ブロックを設置すると、横に登るとします。敵は来るのか?ゾンビは来ることもなく、襲ってきません。検証結果は、来ない結果となりました。何も変わりのない階段だと、登ってきたのに、蜂蜜ブロック、だと来ません安全なところに、行きたい場合は、こういうやり方もありかも、しれません。今回は、ハスクの統合版と、ジャバ版の違いについて話して、行きたいと思います。実は統合版だとハスクの身長は、2.5 あるので高さ3ブロック、ではいけないです。ですがジャバ版だとハスクは、身長が2なので高さ3ブロック。でも通ります意外ですよね。今回は、馬を乗って、ベッドで寝たらなぜか、地面で寝る件について話して、行きたいと思います。一回寝たいと思います。そしたらベッドではなく、地面に寝ています。これはさすがに、はてなはてなはてな、なりますよね。瞬間移動でもしているの、ですかね。そして、高さのベッドが寝るたびに場所も、変わっています。地面に寝るの寒かったり、居心地があまり良くなさそうな、感じがしますねダブル。今回は、ハスクの統合版と、ジャバ版の違いについて話して、行きたいと思います。実は統合版だとハスクの身長は、2.5 あるので高さ3ブロック、ではいけないです。ですがジャバ版だとハスクは、身長が2なので高さ3ブロック、でも通ります意外ですよね。今回は、ネザーゲートの仕組みと豆知識について話していきたいと思います。ネザーゲートでは、火打ち石をやると開きますよね。ですがネザーゲートには、謎があるところがあります。それは周りに額縁をつけて、ダイヤをつけてる、ネザーゲートを、火打ち石をつけます。そしたらなぜか開きます。意外ですよね。ネザーでも、変わりなくいけます。今回は、トラップドアの、小技について話していきたいと思います。トラップドアはこのやり方で簡単にしゃがんでうつ伏せとなり1マスでツルハシやスコップなど掘ることができます。2マス掘りだと耐久力とか関係あるので1マス掘りの方が節約できて簡単にできます。ただデメリットがありまして1マス掘りでうつ伏せしたままだと移動が遅いので走った方が早いです。今回はスライムに対して簡単な倒す方法を話していきたいと思います。スライムは剣など武器を使って倒すとスライムは小さく出てきますですが簡単に倒す方法があります。それは溶岩バケツです。溶岩バケツを使うとスライムが小さく出ても簡単に倒せます。ですがスライムボールという貴重なアイテム失いますのでご注意ください。今回は濡れたスポンジを早く乾かせることについて話していきたいと思います。濡れたスポンジを乾かせるのは、かまどを入れて乾かすのは、みんなは知っていますよね。そしてかまどだと燃料のところに、バケツを置くと水バケツになります。ですが簡単に乾かす方法があります。それはネザーを置くことです。ネザーを置くと、一瞬で乾かすことができます。だがしかしクワなど使って、スポンジを回収するにも、手間がかかります。今回は、スノーゴーレムは、いた方がいいについて解説して、いきたいと思います。スノーゴーレムの作り方はとても、簡単でまず雪ブロック、に積み重ねておいてそしたら、くり抜いたカボチャを、置いたら完成。スノーゴーレムは、便利なところがあって、スノーゴーレムの、下に雪の床のところに、底をスコップなど、掘れば簡単に雪玉が、手に入れます。ブレイズを倒したい時や、
雪玉ブロックを作って、装飾ブロックなどできますので、幅広く使うことができます。今回は、シュルカーボックスの豆知識について話していきたい、と思います。実はシュルカーボックスには、やり方によって、隠し部屋に行ける方法があります。それは頭の上にブロック置きます。そしたらシュルカーボックスが、ブロック貫通して下に行けます。隠し部屋作ることができます。だがしかし頭の上にブロック、置かないとブロック貫通しないのでご注意ください。統合版でも同じくできます。Java 版も統合版どっちも、できるのはいいことですね。その仕組みで隠し部屋を、作るのはいかがでしょうか。今回は、サトウキビで、統合版と Java 版の違いについて、話していきたいと思います。統合版だとサトウキビに、骨粉を与えると早く育って手に、入ることができます。ですが Java 版だと、骨粉を与えることができません。なぜですかね？不思議ですよね。今回は、クリーパーを、観賞用のような感じをすることが、できる件について、話していきたいと思います。とりあえずガラスを、囲うように置いてクリーパーを、置きます。そしたら、粘着ピストンでガラスを押して、ガラスを上に置いて、その粘着ピストン、壊してガラスを囲うように、置いたら完成です。いかがでしょうか？これがクリーパー鑑賞用、になった飾りでございます。まるで美術館に置いてるような、感じがしますね。サバイバルでも爆発することも、できません。これが本当の、鑑賞用です。あ、やば。痛いよ急、あらら急、クリーパーが出ちゃった。今回は、クリーパーの爆発、ダメージを軽減、する方法について、話していきたいと思います。クリーパーの前で何もしないで、爆発させるとダメージ食らって、最悪の場合たひります。ですが前に1マスブロックを、置くとダメージ軽減します。もしクリーパーいる場合、やってみてはいかがでしょうか。今回は、水バケツ一つで、無限水源の作り方、作れる件について、話していきたいと思います。まず最初に4つブロック、空いてるところに上にブロックを、置いて上に水を置くと、バケツを水を投げるところの下に、昆布を下のところにバケツをすくうと、水バケツを一つで無限水源を、作ることができます。もしバケツが一つしかなくて、昆布があると無限水源作れる、のでぜひ皆さんやってみては、いかがでしょうか。今回は、幸運つるはしで、畑の野菜を取ると通常よりも、より多く手に入る件について、話していきたいと思います。最初は何もエンチャントを、ついてないクワでやります。通常のクワだとこのくらいの、野菜を手に入れます。次は幸運をついたクワで、野菜を取りたいと思います。幸運のついたクワだと、通常のクワよりも、手に入れます。比べてみると幸運のクワの、方が手に入るので野菜が、手に入れたい場合は、幸運のクワの方を、おすすめします。ただ小麦だと種しか、増えないのでジャガイモや、人参の方を、おすすめします。幸運はクワじゃなくても、ツルハシなどでもできます。